山内豊樹は、土佐藩八代藩主。聖徳二年六月8日、土佐藩画老を深桶の分家で、山内姓を与えられていた山内忠恵の長男として生まれる。豊樹の父、忠恵は、第二代藩主、山内忠義の弟で、深桶に養子入りした深尾重政の子孫で、山内氏一族の中でも人望があり、 過労として藩主を補佐していた人物でもあった。父、ただしえが、教法6年に死去し、後を継いだ。署名は、重方であった。教法10年10月22日、本家の第7代藩主、山内豊恒が史上を残さないまま創生したため、豊恒の妹、長姫の夫で義定の豊たか式が、豊恒の養子となって、後を継いだ。 同年10月28日、将軍、徳川吉宗に、おまみする。同年12月18日、14にした、民部大輔に助任する。共法13年12月21日、自重に任官する。しかし反省においては、共法12年の高知城消失、共法17年の外注による、共作、共法18年には、 前年の強作による飢餓などに苦しめられ、幕府から1万5千両を借り受け、犯罪制裁権を目指して、反省改革を断行する。行政整理や、風俗の徹底、製鉄業の奨励、藩主からの藩地借り上げ、法歴2年には国産型役所を設置して、製紙業の先売化を図るなどしている。 しかし、千倍家に反対する中平禅の信頼による一揆が起こり、一揆側の要求を受け入れて、法歴10年に役所を一時的に廃止するなど、反省改革は失敗に終わった。法歴9年に、藩校・教授官を創設し、文部を奨励する。さらに、目安箱を設置して広く意見を求めるなどしたが、効果はなかった。明は4年11月19日に死去した。 去年56、あと4男の豊かようがついだ。ありがとうございます。